はい、皆さんこんにちは海外転売講師の黒沢敦です今回は前回私が出させていただいた音声日記裏第3弾の終盤で少しだけ話をさせていただいた YouTube をパソコンで倍速で見る聞く方法とあとはオーディオブックの話あとはおまけとしてじゃあスマホで YouTube を倍速で見るにはどうすればいいか という話についてさせていただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。と言いますのも、私自身が、例えば YouTube で何かしらの講義、数学の講義動画とか結構聞いたりしてるんですけれども、宇宙の起源は、始まりはどうなってるんだ、みたいな動画が結構好きで、ナショナルジオグラフィック系のディスカバリーチャンネル系の動画っていうのを聞いたりすることがよくあるんですけれども、基本的にそういった講義系の動画とか、あとはビジネス系とか、 あとは教養系ですね。あとは哲学系。そういった動画を見たり聞いたりするときっていうのは2倍速で聞いているんですね。 なので私自身もいつも講義動画で話しているんですが、実は2倍速で聞いていただいても私の言葉がキャッチできるように、抑揚をつけたり、換気をつけたりとか、いきなりダダダダッと早く喋ったかと思ったらスッと一回間を置いてゆっくり喋り出したりとか、そういうコントロールっていうのを実は意識してしながら話してるんですね。もちろんそれは通常のスピードで聞いても、ただずーっと話していくよりはよく聞こえると思うんですが、 実は、実は、実はなんですが、2倍速で聞いていただいても、最高2.8倍速ぐらいまでで聞いていただいても、私の喋り、喋ってる内容っていうのがキャッチしやすいように、まあ、事前に意識をさせていただいていたというわけなんですが、じゃあその方法どうすればいいかの話です。簡単な話なんですけれども、まあパソコンで例えば私の動画だったら私の動画を見てくださっている時に、この右下の歯車マークをクリックします。で、これ、 標準に基本的にはこういう風になってるはずなんですけれども、ここをクリックしていただいて1.25倍速、1.5倍速、2倍速と、スピードをコントロールすることができます。で、例えば2倍速クリックして、こういう風に再生してみると実際に私がちゃかちゃかちゃかチャカ動き出すんですね。で、これ、速さは2倍速になるんですが、声のトーンが高くなるってことはないので、私のこの声の高さのまま、宇宙人みたいに、はみたいに、早送りをしてるような声にはならずに、普通に早口で、 皆さん、こちは、海外天板コーチの黒沢敦です。みたいなスピードで、ちゃんと、スピードだけが2倍速になるので、非常にいいかなって思います。まずは今回は、こちらの YouTube の、パソコンで見るときですね、速度っていうのを、まあ、2倍速じゃなくても1.5倍速でも1.25倍速でもいいんですけれども、これ別に速聴のスキルとかではなくって、単純に、少しずつ、聞くスピード、見るスピードを上げていくと、ちゃんと耳と目が慣れてくるんですよ、特に耳が。 ですから、初めは2倍速で聞くと、ちょっと何言ってるかわかんないよ。っていう風になってしまう可能性もあるんですが、だったら1.5倍速ぐらいから聞いてみて、で、耳が慣れてきたと思ったら2倍速にしてみる。っていうのをどん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 やっていくといいんですね。で、これ体の筋トレと同じで、普段、ま、10キロ10キロのダンベルを持ってる人がいきなり15キロ15キロでやると、すごい、初めめ大変なんですよ。 でも、その後じゃあ12キロとかやってみると、すごい軽く感じるんですね。それと同じように、初めはとりあえず2倍速で聞いてみてください。で、やべ、早いなと思うかもしれないですけど、初め聞いてみて、その後、まぁ、あ、辛かったら1.5倍速に下げてみてください。もちろん標準から比べると1.5倍速っていうのは、まあ、3分の2の時間で同じ動画が見れるってことですから、かなり早い、早く、時間短縮できるんですけれども、それでも2倍速1回聞いた後1.5倍速聞くと、すごい楽に聞き取れるはずなんですよ。 っていう形で、ま、はじめは2倍速きついからはじめは1.5倍速でじゃなくて、はじめは皆さんとりあえず2倍速にしていただいて、で、その後1.5倍速なり1.25倍速っていう形で、まあ、少しスローダウンして、少なくとも標準よりは速いスピードで聞くっていう感じでやっていくと非常に耳の慣れが速くなりますのでいいのかなと思います。 でですね、なんか私が半目開けて口開けてるこの状態でストップしてしまったんで別の画面行きたいと思うんですが、はい。二つ目の話なんですけれども、これフィービーっていうサイトなんですけれどもご存知でしょうかこれはオーディオブック、要するに音声の本ですね。オーディオブックを 購入するサイトなんですが、これ私一番よく使ってます。で、最近購入した本っていうのが、エッセンシャル思考っていう、今ちょっとトップページに出してたものなんですけれども、例えばこのエッセンシャル思考を買ったとします。で、もちろん紙媒体でも出てるものなんですが、それをオーディオブックで買うわけですね。で、購入して、まあ本棚っていうところに自分が、まあネット上の、あの、仮想空間内の本棚なんですけども、その中に買った本がダーって並べられてるわけですね。 で、もちろん、パソコンでも聞いたりすることできるんですが、このフィービーっていうのはスマホのアプリもありますので、スマホのアプリでフィービーをダウンロードしておくと、自分が買ったものが同期できるんで、それを事前にダウンロードしておけば、外出してるときも、例えば電車の移動で満員電車で本を開けないときでも、耳にイヤホンだけ突っ込んでおけば、オーディオブックが聞けると。要するに実質的に読書をすることができるっていう状況になるわけですね。 だからおすすめなんです。あともう一つおすすめなんですが、我々って目が疲れてるけど脳が元気だ時ってあるじゃないですか。私大体毎日そうなんですけれども、まあもう目が疲れてるから寝っ転がって部屋も暗くしている。で、まだ脳が元気なんで、もっとなんかいろんな情報を吸収したい、いろんな勉強したいって思った時に、私はこのフィービーのオーディオブック。まあフィービーだけじゃないんですけれどもね。後でお話しする YouTube を2倍速で聞く方法か、こちらのフィービーっていうのを使ってるんですよ。オーディオブックですね。で、こちらのオーディオブックっていうのは、このフィービーのアプリの中にデフォルトの機能として 4倍速まで速くするっていう機能がついてるんですよ。でもいきなり4倍速にしたら絶対聞き取れないと思います。私もまだちゃんとちょっと練習しないとというかリハビリしないと4倍速までは聞き取れないんですね。じゃあいつもどのくらいの速さで聞いてるかっていうと、だいたい通常は2.2倍速から2.3倍速。で、耳が慣れてきたら2.8倍速か9倍速にするんですね。で、これも先ほど述べたように、徐々に速さを上げていくっていうよりは、1回思いっきり速く3.5倍速とか3、 で6倍速とか4倍速で1回聞いてうわーって思ったあと2.8倍速にスローダウンさせると、まあ、結構速いスピードですけどね約3倍ですからでもすごい聞き取りやすくなるっていう方法1回負荷を 高くしてまあ、体をびっくりさせてあげるわけですね。で、やべやべって言って、体が焦ったところで少しスローダウンさせてあげると、あ、これだったら十分聞き取れるって体が反応して、まあ、だま、体を騙すってわけじゃないんですけれども、そのやり方で一回トップまでぐーんと持ってってから少し下げる。 っていうやり方で、まあ今は結果2.8倍速ぐらいがデフォルトで、そのぐらいのスピードで聞いてるんですが、普通、まあ2倍速にするっていうのは先ほど申し上げた、こちらの YouTube の機能でも2倍速で聞くっていうのはあるんですけれども、やっぱり2倍速以上で聞けるアプリってなかなかないんですよね。ですから、もっと早く聞きたいっていう場合は f b で、 ダウンロードするっていう形になります。またですね、寝る前とか、朝起きた直後とか、夢うつつのぼんやりしてる時っていうのが脳が一番吸収力が高いんですよ。特に寝る前っていうのは、まあ寝る前に瞑想するのトランスパーソナル心理学とかだと寝る前じゃなくても、もう体が一番リラックスしてる時にいろいろ、まあトランスパーソナル心理学だと徐々に自分の体を意識するってやり方があるんですけれども、まあそれはまた機会があったら、 述べますけど、実はそのトランスパーソナル心理学の第一人者である諸富康彦教授っていうのが、私が日本教育カウンセラー協会の会員だった時に、一時期会員だった時にお世話になった先生なんですけれども、まあそのトランスパーソナル心理学でも提唱してやり方っていうのが一番リラックスできる状態で、 何かを行っていきましょう。トランスパーソナル心理学だったら自分の体をあっちのつま先から徐々に頭の上の方まで意識していきましょうっていう流れなんですね。これ実はルータイス氏とかトマベチヒデト氏のアファーメーションでも全く同じことなんですよ。なんですけれども、この フィービーのオーディオブックを聞くときも体が一番リラックスしてる時っていうのが一番いいと思うんです。ですから寝る前とか寝る直前体、まあ横になってるから体リラックスしてますよね。あの筋肉を弛緩させてる時っていうのが一番瞑想状態に入りやすいので、そういう時に耳にこのイヤホンを挿して、まあ今だったら、まあ私がダウンロードした本だったらエッセンシャル思考とか、まあ何でもいいんですけれども、ね、ビジネスでも色々ありますし、哲学がお好きな方だったら例えばニーチェとか色々ありますし、まあ有名なデール・カーネギーもありますしね。 あの、いろいろありますので、好きな、お好きな本をダウンロード、まずはしていただいて、聞くと非常に良いのかなっていうふうに思います。また4倍速まで早くできるっていうのも、かなり器なと言いますか、かなり珍しい機能かなと思いますので、それでフィービーっていうのはお世話になってるってことですね。実は私、この、まあ、フィービーは今データですから、いくら買ったって、あの、荷物が重くなることないので、移動するときにも非常に便利なんですが、こういったオーディオブックっていう言葉が有名になる前って、昔 CD だったんですよね。あの、 データというか、データで買うっていう感覚がない時代は CD だったんですよね。で、その前はカセットだったんですよね。で、そのカセットの時代からオーディオブックっていうのを私使ってて、例えば英語の勉強するときにチャーリーとチョコレート工場ってありましたよね。ジョニーデップが主演を務めて映画化されたものですけど、あれもともと、まあすごく有名な絵本が 原作絵本というか本が原作になってるんですけれども子供用の童話といいますかそれもオーディオカセットでその時は聴いてましたですから結構このオーディオで聴く本を耳で聴くっていうのは私は結構早めから あの、みんながワイワイ騒ぎ出す前から結構聞いてたんですけれども、その時からやっぱりすごい便利だなと思ってましたので、ぜひぜひ私の動画っていうのも一部は音声日記とか、あの目ではなくてあくまでも耳だけで聞いていただけるものってあるんですが、実はそういうのを出していたシーンも、まあ目が疲れてる時とか移動中で、まあ電車だったりして、で混んでたりとか、あとはとにかく電車の中でも目つぶって、まあゆっくり体を視観させながらその中で何かしらの学びを得たいっていう方を、 意識して、そういう音声日記っていうのも、まあコーナーを作ったというか、そういった動画も撮っているんですね。ですから二つ目の話はこちらのフィービーっていうオーディオブック。まあフィービーだけじゃなくて実はアマゾンにも今はオーディオブックってあるんですけども、私は自分が求めるものが結構フィービーの方だとよく出てるんですね。まあ自己啓発とか、あの資格取得とか教養とか、あとはビジネスとか、こういったものに関して、まあ特に私がビジネス中毒というか、ビジネスが一番好きなので、そういった、まさに、 これだっていう本が一番フィービーで見つかるかなっていうのが私の個人的な 印象です。感想です。意見です。ですから、ぜひ、フィービー、興味ありましたら、一つ、あの、一冊と言いますか、一つの本を買っていただいて、ぜひ、試しに聞いていただければなと思います。で、ぜひぜひ、4倍速の世界っていうのを一度味わっていただければなと思います。というわけで、2点目が、オーディオブックについて話をさせていただきました。で、1点目にお話をさせていただいた、こちらの YouTube を2倍速で聞くっていう話なんですけれども、YouTube をパソコンで見てるときは、このパソコンの右下の歯車のマークで、速度を変更すればよかったんですけれども、じゃあ スマホで見るときはどうすればいいのかって思う方いると思うんですがそこも問題無用なんですね問題なしなんですね今こちらクリックして出てきたスピードチューブっていうアプリがあるんですこれスピードチューブは無料のアプリで広告を消したかったら多少お金を払うんですけど私は広告消したい派なんで多少でもお金払っちゃってあのフリー版じゃなくてちゃんとお金を使う版にしてるんですけれども確かこれもそうですねあの買う と広告が消えるやつだったと思います。まあ、基本的にだいたいこういうアプリってそうなんですよね。あの無料版だと広告が出ちゃうとか、なんか見てるといきなり途中で広告が現れるとか、そういう機能があってでお金を多少払うとまあ、買い切りです。けれども、広告が全部消えるって形まあ、より見やすくなるって感じなんですが、このスピードチューブっていうのが実は2倍速まで youtube の音声をコントロールして、あ音声というか、動画の再生速度をコントロールして見ることができるものなんですね。別にお金かけなくてもフリー。でももちろん。使うこと ことがで、きますのでこちらをダウンロードしていいただければなぁと思いますでこのスピードチューブでダウンロードして、で、自分の音声動画とかも再チェックするときには、例えば、まあ、何か語弊のある表現をしてないかとか、そういうのをいつも何回もチェックしてから公開にするんですね。で、その時にいつもスピードチューブを、まあ、スマホで自分の動画をチェックするときには使っていますし、基本的には、まあ、講義系の動画とか、教養系の動画とか、まあ、自分の動画以外も見るときには、 スピードチューブをいつも使ってます。ただし、これスマホでスピードチューブ使うのはいいんですが、やっぱり外で使うと YouTube の動画って非常に、あの、容量を使うんですね。容量を使うっていうのは通信の容量をやっぱり動画って使うものですので、例えば家とかでスマホを使っている人で、家の Wi-Fi とかでスマホを使うときに、あの、スピードチューブっていうのはいいのかなと思います。外で YouTube 動画なりスピードチューブなり使って動画をどん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 聞いてると、やっぱり、 通信を使いすぎるというか通信の容量を使いすぎてしまうので回線速度が遅くなってしまったりするんですね。それはあのスマホのプランによっても全然違うんですけれども例えば月 30GB 以上使ったらうんたらこうたらだとかそういったプランが入っていらっしゃると思いますのでぜひぜひそこは留意していただければなと思います。というわけで今回はまず一つ目にパソコンで YouTube を見るため、見るときに速度を 変更する方法。次は、オーディオブックで私のおすすめのフィービーっていうもの。あとは、スマホで、あの、YouTube を見るときに、再生の速度っていうのを、これも、 コントロールできます微調整できますので2倍速まで最高早めることができますのでこれちょっと iPhone 系のアプリなんですけれどもね Android 系でこれがあるかどうかはちょっとわからないんですけれどもぜひぜひこういったもちろん Android 系でもスピードチューバはないかもしれないですけどあの似たような倍速にして効くようなアプリっていうのはおそらくあるとは思いますのでぜひぜひあの諦めずに Android 系の方も調べていただければなと思いますというわけでは今回の話まとめさせていただきますと同じ情報を早く入れた方がより短 して情報を吸収できる、まあ、当然のことなんですけれども普通に考えてみて1時間の動画っていうのを2倍速にしたら30分ですよねで例えば本もずっと読んでると目が疲れてきちゃいますけど目つぶってオーディオで聞いておけば基本的に勝手にしゃべってもらえるので我々っていうのはずっとそれを、まあ、自動的ではあるんですけれども聞いてればいいっていう状態になるわけなのでうまく活用することによって速度を変える機能をうまく使ったり YouTube のあと 本を書籍で買うのではなくてオーディオブックで買ったりっていうのをうまく行っていくことによって我々っていうのは我々の決まった24時間っていう時間をより有効に活用していくことができるかなと思うんですねでやはり私がいつも感じていることなんですけれども頭を使って精査すればするほど頭を使えば使うほどどん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 いろんなことを 考えていろんな可能性とか計画立てたりアンテナを張ったり頭を使ったりしていけば行くほど仕事の効率はどんどん早くなりますし時間はどんどん余裕ができますしあとは例えば普段買う買い物一つにしてもより安くより良いものを手に入れることができるっていうのがあるわけですねやはりそれは賢者の特権ですしその賢者っていうのは私は他の動画でも話しましたが私は一人一人の人間っていうのはものすごいパワーを持ってると思うんですですからそのパワーをちょっとずつ まあ、生かしていく。自分で目覚めさせると言いますか、自分のポテンシャルを引き出していくことが重要になってきます。で、そのポテンシャルを引き出す一つの、まあ、ツールとして、こういったスピードを速めるとか、オーディオブックを聞くっていうのをやっていただければ、普段の決まった時間の中で皆さんができること、吸収できること、学べることっていうのがどんどん増えてきますし、より短い時間で必要なことをやれば、 より長い時間他のことに費やせるってことですし、例えば他のことに費やすって言ったって、より長く睡眠時間を取るとか、そういうことでも十分だと思うんですよね。より長く休息を取るとか、そういうものに当てられるかなと思いますので、ぜひぜひそういった効率化っていうのを測ってみていただければなと思います。というわけでなんやかんやちょっと長くなってしまいましたが、今回は YouTube 動画を2倍速ないし1.25倍速ないし1.5倍速で聴く方法。オーディオブック最高4倍速で聴けるオーディオブックのフィービーという、まあこちらのサイト、並びにスマホのアプリですね。あとはスピードチューブというスマホで、まあ iTube 系のアプリなんですけれども、実際の YouTube 動画っていうのを早く聴く方法について話をさせていただきました。最後までご清聴ありがとうございます。海外転売講師の黒沢敦がお届けいたしました。では、失礼いたします。